ガーソングライターの岸谷香織、53、が16日、5月から予定していたライブツアー、GO3RD シャウト&ザガールズさんの開催中止を公式サイトで発表し、ファンに向けメッセージを綴った。写真、東より子、コロナ感染の石田純一入院中写真を公開、主人を説得、止めきれなかったことを深く後悔し、反省。公式サイトでは、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、未だ収束時期の見通しが立たない状況下においての開催は難しいとし、残念ながらツアーの開催を中止とさせていただくこととなりました。苦渋の決断ではございましたが、お客様並びにメンバーと関係者の健康や安全を最優先し、このような判断となりました、と発表。中止に伴い、チケットの払い戻し対応を実施する。岸谷はファンに向け長文のメッセージを公開。すべてが落ち着いて、誰にも遠慮することなく 100% ライブを楽しめる状況が戻ってきたときに、万全の体制でツアーをやろうと思います。そして、それがいつなのか、確かなことは誰にもわからない状況なので、延期ではなく、中止にいたしました、と中止に至った経緯を説明した。私も、そしてユーミもユーコーも春菜もずっと前からツアーを楽しみにしていました。あれこれ妄想して、ワクワクしながら少しずつ準備を始めていたところでした。本当に残念で、悔しくて仕方ありませんが、社会を構成する大人の一人として、今はこの決断を勇気を持ってするべきと考えました。一方的なご報告になり、本当に申し訳ありません、と綴った。そして、どうぞ皆さん、次のツアーで元気にお会いできますように。そして皆様と、皆様の大切な人たちが無事にこのコロナを乗り切れますように。この我慢は必ず明るい未来につながるはずです。みんなでもう少し、頑張りましょう、と呼びかけた。